はい、じゃあ龍が如く4続きをやっていきたいと思います。マジマが事務所に来いと言うてたな。準備が済んだらアジトに戻って夜まで休むか。で現在アジトにいまして、夜まで休みましょう。西島さん、夜まで休んでいきますか。休む。ああ、ちょっと休ませてもらうわ。そうですか。西島さんが休んでる間にミレニアムタワーまでのルートを探しておきますよ。頼んだ。行くんですか、西島さん。ああ。俺と親父の25年、その決着つけてくるわ。25年ですもんね。せや、25年や。西島さん、やはりまだ地上は警察の奴らで溢れ返っています。ここから地上に出てそのままミレニアムタワーに行くのは不可能でしょう。どうしたらええんや。面倒なんですが、ここは一旦劇場の北から地上に出て、ミレニアムタワー裏から地下に入って七福パークに出てもらって、ピンク通り裏から屋上に出て少し南に下って地上に降りてラーメン屋の南から地下駐車場を抜けて、中央下水道を経由して、ミレニアムタワー前のマンホールから出るのがいいと思いやす。えらい複雑やな。だがわかった。わかったんかよ。突っ込まねえんかい。警官を避けるように言ってもらえれば大丈夫だと思います。すいません。結局俺にはこんなことくらいしか協力できなくて。十分や。お前には世話になったな、木戸。西島さん。西島さん。最後に、俺に、一つ教えてください。西島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思てんのか。それで迷うてんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のためにムショに入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして西島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。西島さん。25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来たときは、腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい。頑張るんやで。ほなな。ミレニアムタワーへ向かえ。南の松ミレニアムタワー行こう。劇場の北から地上に出て中道通り下の駐車場を抜け、ミレニアムタワー前のマンホールだ。ちゃんと覚えてんな、この野郎。行きましょう。
はい、来ましたね。でもって、ここに入ると、割と簡単に来れたな。飛ばしちゃったけど。ほんまに来たんやな、冴島さんよ。親父の話じゃ、あんたが本物の冴島さんなら俺らをぶっ倒せるらしい。ふっ。そうか、テストってわけやな。俺もあんたがどれほどの男なんか試してみたい。本気でやらせてもらいますぜ。俺もあの真島がどの程度の組作ったのか確かめたかったんや。さっさと来いや。おい。お前ら、うちの親父が認めた男や。遠慮はいらん。殺すつもりでやったりや。行きー。にしては多すぎねえか、ちょっと。まあ、戦う人数的には多分全員とはやらねえんだろうけどな。まあ、やっちまいましょう。はい、オッケー。いよいよ南と。正気。OK、もうちょい。はい、OK。さすが兄弟や。部下に影響いくしとるみたいやな。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さあ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えへんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。
笹井のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。笹井の親父を助け出せんか。アジム、脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。兄弟、マジマゴロ。真島さん、もう素手でやってほしいよね。なんでドス使うの。殺す気じゃねえか。へい、強かった。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。大体その眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年？せや。
俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。何やと？お、まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。ま、元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか？お前があの日こんかったんは、その目に関係してんのか？教えてくれや、兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや。せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで？俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは？柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか？しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか？用があるなら早言うてください、柴田。礼服ですか？今日は誰かの葬式ですか？いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけて行ったみたいです。そうですか。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを？あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね？実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや？上野清和会を今潰すのは得策ではない。堂島組長がそう判断したということです。何やと？そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義治襲撃の計画、
あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した。そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の西島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか？何がや？我々登場会はどうして出所直後の上野義治が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか？上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者？狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか？それじゃどうして上野は？おそらくこの計画、裏で上野清和会の裏切り者と東条会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと？ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、東条会の裏切り者ということになります。それは誰なんや？東条会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている佐江島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおじっき？笹井は上野清和会とつながっている。笹井は東条会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを？戦争を起こす気なんですよ。戦争？笹井は東条会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が東条会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや？さあ、そこまではわかりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは東条会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍東条会の幹部候補として名が売れる。そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。真島さん、私の話聞いてますか？兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えん。俺にとって佐江島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田！
なんて野郎だ。この人数相手に手こずらせやがって。いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。できへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。ああそうかよ。答えろよ。なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。仏の顔にお前の指紋がべったりくっついていた。死体に素手で触れるデカがいるか普通。おいてめえ、俺の話聞いてんのか。聞いてんのかって聞いてんだよ。よし来い。なんだお前こいつ。お、何聞いてやんだ。てめえ、こんな時に競馬か。たくどうなってんだよ、生活安全かよ。まあそう目くじら立てないで。ああ、もういいですか、時間ないんで。時間だ。おい谷村。なんすか。一つだけ忠告しておいてやる。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに首突っ込んでると親父さんの二の舞になるぞ。なんだ、何見てんだ。いや別に。ご忠告どうも。どこ行く。見回りですよ。ケイラは生活安全課の基本ですから。何が見回りだ。どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。まあご想像にお任せします。それじゃ。谷村君、ちょっと谷村君。はあ、よかった追いついて。どうしたんですか課長。どうしたもこうしたもないよ。昨日君警ら中にカムロ町の雀荘行ったでしょ。ああ行ったような。困るんだよね、職務中に正々堂々と麻雀なんかしないでよ。ああまあさっき君に何万も取られたって人から通報あってさ、ちょっと対応に困ってるのよ。
誰ですか、その通報してきたってやつは。教えられないよ。君に教えたらその人捕まえて仕返ししちゃうかもしれないでしょ。とにかくちょっとはこっちの身にもなってよ、谷村くん。君がそんなんじゃ君のお父さんに顔向けできないよ。君を生活安全課に引っ張ったのは僕なんだからね。すみません。それじゃ頼んだよ。カムロ町のダニ。密告者を探せ。さてと、警察に垂れ込んだ奴を見つけ出すか。まずは雀荘に行くとしよう。早速行くんだ。カムロ町のダニ。成宮くんですね、これ。久々に見たな。まさかゲームで見ると思わなかったな。行きましょう。いや、ここでやめとこう。はい、じゃあやめときましょう、ここで。次回から第3部、本格的にやっていきたいと思います。ありがとうございました。ではまた。